おう、将校。すまない、孫権殿。諸葛亮から敵の策を知らされ、兄弟たちを止めるべく急ぎ来たのだが。それで自ら出向いたというのか。いや、そこが劉玄徳たるゆえんか。孫権殿、このような騒ぎの後でぶしつけだが、今後も我らの命結び続けてくれぬか。ああ、そうできればありがたい。罹患を図るということは、それが脅威ということ。より一層の連携がなれば、義にとって重圧となるでしょうね。だの。今までは力を借りてばかりだった。これからは我らが孫吾の戦に協力させてほしい。はい。どうなさいました、姫様。こうやってみんな笑って乱世を越えていけたらいいなって。そうですね。